皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィレ2020やっていきましょう。今回は、今週登場、10月21日の木曜日に登場する、POTW 週刊 FP の予想の方ね、やっていきたいと思います。はい、ということでね、動画撮り始めてるんですけど、まあ最終的に11人挙げるんですけど、まだ11人がね定まっていないうちにね動画撮り始めております。今週ちょっと地味なメンツになりそうな予感がしますね。まあメッシーとか、まあ編集で言うレバーとかね、まあそういう感じで来ないんじゃないかなと思って、なんか地味な人集めたらまあなんだかんだ豪華みたいな感じで、来るんじゃないかなという予想になってしまいそうな予感がしております。ということでね、今週もね、なんとかやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。今週もね、ビッグクラブの試合結果、まあ活躍選手など中心にね、紹介した後で、11人で、ね、選んでいきたいと思います。はい、見ていきましょう。まずはちょっとベルギーリーグの話をね、したいと思います。こちらのアンデルレヒトから、シャドリ、こちらが2ゴール1アシストしています。2ゴールね、1アシストということでね、かなり来る確率も高いんですけど、まあ1回ね、代表 FP の1回目かなで、FP 化されているということで、今のところ週刊 FP で、2度目の登場している選手なかなかいないので、ちょっと予想には上げづらいかなというところで、一応活躍しているので紹介だけしとこうかなと思います。プレミアリーグの方ねチェックしていきたいと思います。まずアーセナルは、火曜日開催ですね、シフィールドとの試合が行われる予定です。はい、まだ試合行われていないので予定ということになります。はい、続いてチェルシーですね。チェルシーはニューカッスルと試合を行って1対0で勝っています。ゴールを挙げたのが、マルコス・アロンソ、まあ、ディフェンスということでね、来る可能性高いんじゃないかなと思います。1ゴール、アシストしたのがハドソン・オドイ、こちらが1アシストを決めているという感じですね。評価高かったのはジョルジーニョ、こちら評価高かったので、名前だけ挙げておきましょう。はい、続いてユナイテッドですね。こちらはリバプールと試合を行って1対1の引き分けでした。まあ引き分けということなんですけど、まあマッチデーでもね、指定されていたので、おそらく誰か来ると思います。まあその中でゴール決めて、一番評価高かったのがこちらラッシュフォード、1ゴールの活躍。まあ来るとすればここなんじゃないかなと思いつつ、予想どうするんでしょうね。はい、で1アシストが、どこにいるんだろう、ああいた、ダニエル・ジェームズ、こちらが1アシストですね。はい、一方のリバプールは、こちらロバートソンが、1アシストでね、評価が高かったですね。で1ゴール決めたのが、こちらララーナ、こちらが1ゴールを決めています。はい、続いてマンチェスターシティ、マンチェスターシティはクリスタルパレスと試合を行って2対0で勝っています。こちらの試合、まずはダビド・シルバ、こちらが1ゴールの活躍。はい、あとは、ジェズス、1ゴールの活躍。どうなんでしょう。プレミアリーグ最後はトッテナムですね。こちらはワトフォードと試合を行って1対1の引き分けでした。ゴール決めたのが、こちらデレアリですね。こちらが1ゴールの活躍です。はい、はい、続いて、リーグワンモナコに行きたいと思います。モナコはレンヌと試合を行って3対2で勝っています。こちらの試合活躍したのが、まずはベン・エデル、こちらが2ゴールの活躍。スパッサブ持っております、スキル持ってますね。それからスリマに、1ゴール1アシストということで活躍してますが、まあ1回ね、登場しているのでおそらく来ないんじゃないかなと思います。あとはファブレガス、まあ、セスクですね、こちらが1アシストです。はい、続いてリオンですね。リオンはディジョンと試合を行って0対0のスコアレスドローということになります。まあ、特に来る人はいませんかね。はい、続いてマルセイですね。マルセイはストラスブールと試合を行って2対0で勝っています。まずは1ゴール1アシストを挙げた、こちらのストロートマン、こちらが1ゴール1アシストということで活躍しています。あとはセンターバックでゴールを挙げている、ブバカルカマラ、こちらが1ゴールの活躍。あ、モブ顔なのか。スキルはこんな感じで、20歳の選手ということで今週の育成枠かもしれません。はい、最後はパリ・サンジェルマンですね。こちらは、ニースと試合を行って4対1で勝っています。こちらの試合活躍したのが、まずは、ディマリア、こちらが2ゴールの活躍。来てほしいですね。はい、それからムバッペ、途中出場で1ゴール1アシストの活躍。はい、こちらも可能性はあるかなと思います。それからどこにいるんだろう、あ、いや、イカルディも1ゴール1アシストの活躍。はい、誰が来ても正直3人おかしくないんですけど、まあおそらく来るのはあの選手でしょう。は
はい、続いてセリエ A に行きたいと思います。まずはラッツィオ対アタランタの試合、まあ、3対3の引き分けだったんですけど、インモービレ、2ゴール1アシスト、2ゴールは全て PK という感じです。ちょっと厳しいかもしれないですね。あと1ゴール上げたのがこちらのホアキンコレアですね。はい、バサブ持っています。はい、それから対戦相手のアタランタ、こちらでまず2ゴール上げたのがムリエル、こちらが2ゴールの活躍ということで、どうなるかという感じですね。あと1ゴール上げたのが、アレハンドロ・ゴメスですね。こちらはさすがに来ないと思いますが、紹介だけしておきます。はい、続いてインテルですね。インテルは滑走路と試合を行って4対3、打ち合いをね、制しています。2ゴール上げたのが、こちらのまずルカクですね。こちら2ゴールの活躍、それからラウタロ、こちらも2ゴールの活躍ということでね、どちらともね、来てもおかしくないんじゃないかなとは思いますが、どちらが来るんでしょうって感じですかね。はい、続いてがユベントスですね。こちらはボローニャと試合を行って2対1で勝っています。こちらの試合活躍したのが、まずはロナウドが1ゴールの活躍、はい、それから、ピャニッチが1ゴールの活躍ということになりますが、まあここはちょっとね、もうちょっと数字を出してくれないと FP にならないんじゃないかなと思います。はい、続いてミランですね。ミランはレッチェと試合を行って2対2の引き分けでした。まずは1ゴール1アシストの、チャルハノール、こちらがまあ活躍してるんでね、まあ、来る可能性結構高いんじゃないかなと思います。今週正直中盤が微妙なんですよね。どうなるんでしょう。あと1ゴールを決めたのがピョンテク、こちら1ゴールの活躍で、はい、続いてナポリですね。ナポリはベローナと試合を行って2対0で勝っています。こちらの試合2ゴール上げたのが、ミリクですね。こちらが2ゴールの活躍ということで、結構来る可能性高いんじゃないかなと思います。まあ、他の選手というと、ゴールキーパーのメレット、こちらが、シュート20本打たれて枠内が5本4セーブということで、まあ、セーブ数少ないんですけど、結構キーパーとして評価高かったキーパーですね。はい、まあ金の選手ということで来る可能性も結構あるんじゃないかなと思います。セリエは最後はローマですね。ローマはサンプドリアと試合を行って0対0の引き分けでした。評価高かったのは、こちらのアウロペス、こちら評価高かったので、まあ、紹介だけねしておこうと思います。続いてがオランダエールディビジですね。こちらまずはアヤックス、アヤックスはアークバイクと試合を行って2対1で勝ってますね。こちらの試合活躍したのが、まずはタビッチ、こちらが1ゴールの活躍、まあ、FP の常連だったので、まあ、そろそろね来そうな感じはしますね。あとは、プロメス、こちらが1ゴールの活躍、はい、1回前作ね FP にもなっているので、もしかすると来るかもしれません。こちらの試合2アシストをしたのが、センターバックじゃなくてサイドバックの選手でした。デストという選手が2アシストをしています。ただ今ドーダマですね。19歳ということで育成大変そうですね。スキルラボーナしか持ってません。続いて PSV ですね。こちらはユトレヒトと試合を行って3対0で敗れているということになります。確か2人退場してるんですよね。どの選手か忘れました。マレンのね、連続ゴールがね、とうとう止まってしまいましたね。ということで特に来る人はいないかなと思います。続いてロシアゼニとね、紹介したいと思います。こちらはロストフと試合を行って6対1で勝っています。こちらの試合大活躍のまたジュバー現れましたね。3ゴールと、2アシストということで、まあ、活躍してるんですけどね、代表 FP で先週来たばかりなので、まあ、来ないでしょう。それからアズムン、こちらが1ゴール1アシストということで、まあ、こちらは来る可能性はありそうですね。それからとうとう1ゴール上げました。どこにいるんだろう。いないな、空いた。バリオス1ゴールの活躍、まあ、とうとう来るかということで、まあ、ただねカンテの事例があるのでどうなるかという感じですかね。来たらめちゃくちゃ強いということが言えると思います。スペインラリーガですね。まずはバルセロナ、こちらはエイバルと試合を行って、3対0で勝ってますね。まあ、今週ね、クラブセレクションでも登場しているのでね、活躍気になると思いますが、まずはメッシ1ゴール1アシストということで、活躍してますね。まあ、ただクラセレで出たばっかなんでね、まあ、そこら辺からんで正直選ばれないんじゃないかなと思いつつ、今週正直ね、メンツがちょっと微妙なので選ばれるんでしょうか、どうなるかって感じですかね。はい、それからグリーズマン、どこにいるんだ、ありましたね。こちらが1ゴールの活躍、はい、それからスアレス、こちらも1ゴールの活躍ということで、なかなかね、前線の選手たちが活躍しています。はい、続いてレアルですね。レアルはマジョルカと試合を行って1対0で敗れているということで、まあ、特に来る人はいないですかね。はい、
続いてアトレチコ、こちらバレンシアと試合を行って1対1の引き分けでした。ワンゴール上げたのはジエゴコスター、こちら PK によるワンゴールを決めています。まあ来ないでしょうって感じですかね。はい、続いてトルコの方ね、一クラブ紹介したいと思います。こちらね、読みにくいねチーム名なんですけど、ゲンチレルビルリーかな、こちらのチームもチーム名は言いません、読めないんで。はい、こちらのカンデイアス、こちらがね、ハットトリックとあと2アシストということで、まあ、来るんじゃないかなと、中盤の選手ということでね、まあ、ハットトリックしてますし、まあ、2アシストもしてるんでね、ちなみにチームは6対1で勝ってますけど、あとは序盤にしようとかもね、2ゴールかな、1ゴール1アシストかな、ちょっと忘れました、まあ、固定コメントには正確なものを書いてます。もう一人ね、こちらの相手という選手もね、活躍してるんですけど、まあ、この中で来るんだったらカンデイアスでいいんじゃないかなと思います。ただトルコ結構ね、複数ゴール上げてたりとか、結構活躍してる選手ね、他のチームいるので、まあ、どの選手選ばれるかって感じですかね。はい、続いてドイツブンデスリーガ、最後紹介していきましょう。まずはレバークーゼンは、フランクフルトと試合を行って3対0で敗れています。はい、特に来る人が残念ながらいなさそうですね。はい、続いてバイエルンですね、こちらはアウフスブルグと試合を行って2対2の引き分けでした。こちらで活躍したのがまずはニャブリ、1ゴール1アシストの活躍。はい、それからレバンドフスキー、まあ先週来たので来ないと思いますが、1ゴールの活躍。それからですね、コウチーニョ、こちらが1アシストの活躍です。はい、最後紹介するのがシャルケ、こちらはホッフェンハイムと試合を行って2対0で敗れています。残念ながら特にね来る人いないかなという感じです。はい、ということでね、ここから FP の予想ね、11人紹介します。まずゴールキーパーは、ナポリのメレット、こちらでいいんじゃないかなと思います。こちらの選手はベローナ戦で、非シュートが20本、枠内5本、4セーブということでね、セーブ数でいうとあまりね多くないんですけど、まあ、活躍やはりね、今金の選手ということで、かなりね、ゴールキーパーとしてもまあ欲しい選手になるんじゃないかなと思います。22歳ということで育成もそこそこできそうですね。でコンアン7、こちらいいですね、身長190センチの左利きなんですね。はい、スキルは PK ストッパーのみということで、何かしらね、低弾道か高弾道か、ロングスローかね、何かしらそこら辺もつくといいんじゃないかなと思います。はい、続いてディフェンスですね、まずは、チェルシーのマルコス・アロンソ、こちらね、リーグ戦で決勝ゴールを挙げているということで、来るんじゃないかなと思います。こちらの選手のゴールはワンタッチでね、決めたワンタッチシュートなので、ワンタッチシュートがつくかもしれません。能力はご覧のような感じです。はい、身長の高いサイドバックということになります。ポジションもいろいろできますね。ウバカルカマラ、こちらですね、20歳の選手ということで、今週の育成枠ということになるんじゃないかなと思います。コアも6ということでね、20歳の選手にしてはコア高いですね。スキルもしっかり、4つあるということで、センターバックながらなぜだかシザーズ持ってますね。なんでなんでしょうか。こちらはストラスブールに2対0で勝っているということで、こちらの選手はね、フリーキックのこぼれ球、結局ワンタッチシュートでねゴール決めたんですけど、ワンタッチシュートがつくかもしれません。ワンゴールの活躍ということで、まあ、センターバックなので来るんじゃないかなと思います。続いて中盤ですね、まずはやはりこのカンデイアス、こちらはね外せないんじゃないかなと思います。3ゴールとあと2アシスト、こちらのチームは6対0でね、もうチーム名はちょっと言えないのでね、言わないんですけど、まあ、スピード瞬発が速いですね。ただ今は胴玉の選手ということで31歳なので、特に育成枠でもないと、逆足両方とも3の選手です。スキルは結構いいの持ってるんじゃないかなと思います。はい、続いてが、ミランのチャルハノール、こちらですね、こちらは1ゴール1アシストということで、こちらもね、来るんじゃないかなと思います。能力の方は、ご覧のような感じで、クラブセレクションで1回ね FP 化されてるんじゃないかなと思うんですけど、再度ね、週間 FP として来るんじゃないかなと思います。はい、続いてが、バレンシアのダニ・パレホ、こちらはね、まずアトレチコと試合を行って1対1の引き分けで、1ゴールを決めています。まあ、結構評価高かったですね。前作は FP ね、2、3度なったのかな、はい、そんな記憶なんですけど合ってるんでしょうか。多分1回は確実になっております。スキルも結構埋まってるのでね、いいんじゃないかなと思います。プレイスタイルはプレイメーカーですね。
はい、最後フォワードですね。まずは、パルマの選手、こちらのコルネリウス、こちらがねハットトリックの活躍、そして途中出場、前半12分にて、途中出場ということで、何があったのかちょっとよく分かってないんですけど、こちらの選手はハットトリックということで来るんじゃないかなと思います。今銀の選手なんですね、ボックスストライカーの左利きですね。はい、能力の方は決定力 80あるんですね。スピードもまあ遅くはない、まあ速くもないと。ただ身長193なんですね、かなり高い。ただコンアンが4ですね、スキルはヘッダーとワンタッチのみという感じになります。はい、続いてがベン・エデル、こちらモナコの選手ということで、3対2でね、レンヌに勝っています。この試合で2ゴールを挙げたということになります。まあこちらもね、なかなか強い選手ということで来たら嬉しいんじゃないかなと思います。はい、能力高くて、逆足とかも高いですね。スキルは埋まっているので新たにつくことはないんですけど、やはりスパサブ持ってたりとか、しっかりねワンタッチシュートとかダブルタッチとか、チェイシングとかも持っているのでね、スキルなかなか優秀じゃないかなと思います。後半は7ですね、高いということでなかなかいいんじゃないかなと思います。はい、続いてがラッシュフォードですね。こちらの選手は、ワンゴールなんですけど、やはりねマッチデーにね指定されていたということで、まあ来る可能性結構高いんじゃないかなと思います。まあ一番ね試合出てた選手で評価が高くてね、活躍していたということで、ラッシュフォードをね今回予想に挙げようかなと思います。はい、能力の方はご覧のような感じで、こちらはクラブセレクションで2回ほどね FP 化されてるんですけど、まあ週間としてね、今回初週間 FP ということで、能力ね少し高めに設定されて来るんじゃないかなと思います。はい、続いてのフォワードがニャブリですね。こちらが1ゴール1アシストということで、勝利にね、まあ引き、試合はね2対2の引き分けだったんですけど、まあ来るんじゃないかなと思います。はい、能力確認しましょう。こんな感じですね。はい、コマは6ですね。はい、スキルの方も、いいものね結構持っているんじゃないかなと思います。はい、ということで今週の目玉選手の紹介ですね。はい、いろいろね悩んだ結果、結局ここにね行き着きました。今週はディマリアじゃないかなと思います。1回クラブセレクションの方で FP 化されてますし、まあ個人的に、持っている選手なんですけど、結構強いですよね。はい、こちらね週間ということでかなりね能力、多分決定力とかかなり上がると思うので、結構期待していいんじゃないかなと思います。今作は後半もね7になってますし、スキルもいろいろ持ってる、まあ、結構いい選手じゃないかなと。あとポジションもいろいろできますしね、かなりねユーティリティ性も高いいい選手だなと思います。はい、ということで今週の週間 FP の予想をやっていきました。いかがだったでしょうか。はい、まあいろいろ悩んだ結果、11人は、まずゴールキーパーメレット、あとディフェンスはマルコス・アロンソと、カマラですね。ミッドフィルダーはカンデイアスとチャルハノール、そしてダニ・パレホ、フォワードは、コルネリウスとラッシュフォード、ニャブリ、そしてディマリアという11人を選びました。まあ、悩んだところで言うと、ゴールキーパーで言うと、まずはリヨンと試合を行ったディジョンのキーパー、まあ、ゴミスっていうキーパーがいるんですけど、こちらがまあ非シュートが24本、枠内10本10セーブということで、まあ、銀の選手なんですよね。まあ、評価も高かったので、まあ、こちら来てもおかしくないかなと思います。あとゴールキーパーで言うと、ローマのロペスとか、そのあたりと悩みましたね。でディフェンスで言うとアヤックスの、デスト、こちらが2アシストの活躍ということで、まあ、こちらとね、悩んだんですけど、こちらの選手どうだまなので、こちらは外しました。あと、まあ、中盤で言うと、バリオス1ゴール決めてるんですけど、まあ、予想入れようかなと思いつつ、まあ、カンテ1ゴールで来なかったというのも、ね、あるので予想には入れませんでしたという感じですかね。でフォワードで言うと、まずはヘタフェのアンヘルかな、途中出場で2ゴール、2対0で勝利に貢献しているので、まあ、こちらもね来てもおかしくないかなと思いつつ、そしてゼニとのアズムン、こちら1ゴール1アシスト、それからムリエルとかインモービレ、こちら2ゴールね、しっかり活躍しているので、まあ、ここら辺来てもおかしくない。そしてミリクもね2ゴールで、2対0のね、勝利に貢献しているのでと思いつつ選ばなかったという感じで、今週はディマリアをね押していこうかなと思います。はい、こちらのチャンネルではこういう FP 関連の動画、 FP の予想とか FP の比較などもね、やっておりますし、他にも最新情報とか、あとメンテ後配信、他はスカウトの紹介などもしているので、気になる方はぜひチャンネル登録と、あと高評価もねぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。